どうも、佐久間です。佐久です。今日、みくるくるんでドッキリ10連発ドッキリ10連発やりますか。いきなりまあ、10連発だからくだらないさ、まあ、しょうがないやつ、ほんまにマジでしょうがない。誰から見よう、はい、ただの絶対明らかに吹くでしょみたいな。誰から見してってどういう反応するのか、はい、アドリブで、アドリブで頑張る、うん、風船割ったり、うん、目の前で、はい、これは使えるやん。そのあ、ね、使えそうだね、それ謎に風船があるし、そうそうそう、何言いますいや、なんかできるかなと思って、あとで風船いっぱいありますね。じゃあ、いろいろ使ってやっていきましょう。はい、はい、最初のさ、最初の玄関でこれでもいいかもしれない。あ、お疲れです。サムちゃん、サムちゃん。何そんな笑ってる。楽しいやってるでしょ。楽しい。大丈夫です。あーさ。タクマ見えとんだわ。もうそれポップコーンですね。ガチポップコーンです。ガチポップコーンめっちゃうまい。マジ？ガチポップコーンめっちゃうまい。塩コショウがおすすめで。ここから？そう。つける？つくと。喉壊れた。ビールある？ビールない。ビールないですね。あ、きなこ今三発ですね。はい。とりあえず仕方ない。もったいない。何にも欲しいって言ってないのに出してくる。いやいやいや、皆さんお伝えが社長に一杯ですか。デスソースの匂いするって。さっきからデスソースの匂いするね。デスソースの匂いしないですよ。これ飲んでみたらいいじゃん一回。先に飲ませるわ。え、大丈夫かどうかさ、先に飲ませるわ。さっくん大丈夫なら飲んでみて。え、さっいや大丈夫です。一回飲んで。じゃあ大丈夫です。一回飲んでみてたから一気で。なんで、早く。じゃあビグさんのためにじゃあいい出したの。一回飲んでみてって、早く早く早く飲めよ。早く早く早く。え？早く早く。一気一気一気。はい。一気一気。早く飲めよ。調子悪いぞ。いい、早く早く。何これ？そういうやつ。何が？そういうやつ。戻ってる。サブちゃん。次はタクモあたりらしい。はい。ポップコーン。ポップコーン来ました。ポップコーンマジ取る？サブちゃん。これで繋げて取る？うん。どうか。もったいなくないのか。確かにポップコーンだったらコーラ欲しいよね。そのためのさっきのコーラじゃない。あ、そうですそうです。だからデスコーラだ。デスコーラ。したら壊した。あ、そういうドッキリこれ。次は。あ、この中になんか入ってるパターンでしょ。いや、ネジが外れたんじゃないですか。あ、ネジ外れただけ。やばい。何？何があった？何？何がしたよ。飛び方しょぼかったな。たくまの顔見た。で、何だろう。ここにつまらんすぎん。え、どうしたどうした。大丈夫。そんなつまらんことある。これ中でできるの。中で、あのポロポロポロ。ポップコーン好きなの。いや、映画でしか買わんねん。何味が好き。塩バター。塩バターね。塩バターある。これ塩バターありますよ。バター醤油もある。バター醤油のがうまいの。カレー味とか。カレー味まずこれを風船どうする。うん、雰囲気。ああ、これ電気。基本的にこっちがいい。なしでしょ。ん？なしでしょ。なし？これありだ。あった方がいいぐらいですよ。うん、これ。どっちでもいいよ。で、これ、これ入れる。ちょっといいですか。ガーッ！ああ！ああ！どうするの？その中入れて、温まったら。この中？温まりボタン。あ、これ？え、入れてから温めるの？小さいこのスペースで1回ぐらい入れて、1杯。どう？
コップコーン慣れないことするとそうなるわ。温まったってどのぐらいでも温まったこれ使うの、ね、汗めっちゃかいてね。じゃこれがちょっと怖いね。くそめっちゃくせえ。それドッキリかと思ってどういうやつなの今日それ。どういうドッキリ。ドッキリとかじゃないよね、うん、ドッキリとかじゃないですね。そうそうそう、いつも通りではない。さっきからこれどんぐらいやるやん。あ、1回でいい。1回でいい。一杯一杯でいいです。一杯でいい。一旦じゃあこれ好きな味が選べる。ちょっと見て何それ。多分好きな味が選べるやつ。マジで生乾きくせえの吉田くんが。生乾きだよね確かに。でもさあんま乾かんくない。俺浴室乾燥じゃん。あそこの、うん、浴室乾燥めっちゃ強くない。何時間でやってんの。6時間。6時間、うん、どのボード。標準静かえ乾燥ってやつよ。乾燥の中でもだからあるじゃん。週3週ぐらい。あ、ほんとほんと。え、これ何ここもできるのかってんの。あと回すです。これ何で回す。あの、中身を出すとき。待てるでしょ。しょうもなさすぎるでやめたくない。サブちゃんでいたずらしてみたらみたいな。いや、いつも通り。いつも通りですよ。いつも通りポップコーンを作ってみたんですね。そうそうそう。内容的に、内容的にはポップコーンを作ってみます。じゃあ俺も次からムカついたらぶん殴ってみたよ。いつも通りムカつかんじゃないですか。待って、マシュマロ食べる。ん、マシュマロ、マシュマロ。マシュマロじゃねえ。誰かゴミ箱。足音もっと静かについてこいやつ。これで待つだけなんだ。これさ、あれじゃない？ゲームセンターにあるよね、たまにこういうの。あるね。ポップコーン出てくる。あ、そうです。もっとでかいやつでしょ。そう、もっとでかいやつ。圧倒的に。あのキティちゃんが。あ、そうそう、回しまくる。確かに吉田くん生臭いよ、ちょっと。ちょっと生臭い。生臭い。ちょっとじゃない。ちょっとじゃない。ちょっとじゃない。メンバーがマジで生臭い。どうするの。高校の部室の5倍臭い。マジで。マジで。マジで。あ、なりました。あ、来てる来てる。まだでしょ。あ、来てる来てる。来てる。あ、デビットル。ビビってないです。諦めない。あ、できてきた。おぉ。家庭でいけるの。家庭でいきます。家庭でいけるんだ。はまったら回して下に落としてる。早くね。早いですか。音止まってからね。ワンポンド。まあいいや、やるか、これで。やりますか。ポコンって油すごいんだな、まあ、めっちゃいいんですよ。俺めっちゃいい匂いする。で、これを入れて振ると。入れて振る。あ、最後手にかかった。うまそう。じゃあ食べていきたいと思います。あ、この距離でいいよ。なんで臭いから。シンプルに臭い。それ以上近づいて保って距離を。あ、うまい。普通にうまいね。何やですか。何それ醤油バター。おー、うん、めちゃくちゃうまいやこれ。ガチだね。そう、ガチです。俺普通に映画館とちょっと匂うまだそこね。なんかグーミーに入ってくるから。やばいやばい、マジで。一緒ね、一緒に行こう。あれだわ、画面越し触るのが辛い。でもね、自分でも分かるもん。自分でも分かる。自分でも分かるの。だいぶやばいっすね。やばい、マジで。人間ってね、体制っていう能力そのまとって、なんかその昔、戦争でさ、ここが捕らえた人を、なんかクソまみれの中に入れとったみたいらしいんだけど、はい、なんか一週間ぐらい経つと、その匂いが分からなくなるらしい、人間って。はい、だから、自分が臭くても、ずっとその環境におったら、その匂いが分からなくなる。はい、それが体制っていうんだけど。俺らの地元臭いのに臭くなくなるよ。はい、俺、引っ越してきた時びっくりしたの。全然匂いが分からなくなるわけよ。なのに分かってるっていうぐらいやばいです。相当です。相当っす。だからもう着替えますか。好きな服なんで着てきたんですよ。チャラレ
洗剤入れてるんですか。洗剤入れてる。乾かすまでにめっちゃ時間かかるじゃないですか。洗濯機入れっぱなし。確かに乾かしてないでしょ、それ。乾かしてる。うん。まあまあ、でも、もういいかなって感じ。何味ですか。醤油バター。あー、何回言うの。え、それ何味。ん、それ何味。食べる。お庭の外食べ物もういい。食べるけど、うん、うまっ。ちょっと濃いな。キャラメルもある。キャラメルが京都だくんですよね。何個買っとんだ。これ佐々木くんバージョン臭い。これもなんか洗ってない気がするんだけど。どれですかそれ。いや、それ洗濯に入れてるはずですよ。比べ物にならんぐらい匂わん。ちょっと匂うしなんか。それでいいね。まず、そのズボンじゃない。次 iPhone ズボン。一緒に洗濯してるから。そうよね。洗濯終わってからすぐ干しました。すぐ干した、すぐ干した。でも吉田君たまにその匂いしますね。でも最近そう、最近そうなんですよ。干す時に俺密着させまくっとる。ああ、それは良くないですね。それが一番良くない。俺今日さっき撮った時も濡れとったもん。あ、みぐさん、懸垂何回できます？懸垂5回だったよ。ちょっとでも見たいですね。お前やったよ、5回。いや、もう今はちょっと成長してるんですか、でも。まあ、はい。ちょ、俺ね、滑るんだよ、さっくんの家の。滑ります？正直。滑るもん、これ。滑る？ツルツル。ちゃんと滑り止めついてますよ、でも。こっちだったら、多分何回かできるよ。おー。1、おー、すごい。2、3、頭強打しとるよ。痛い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 。ゴミ箱のやつやったじゃん、お前。うん。やるもう一回。もっと難しいやつ。やだ。マジでやだ。あれマジだるかったね。俺一人でなんか挑戦しようかな。コンビネーションだったら結構きついけど、一人だったら結構難しいんだけど、何回かやる。有名なやつないのかね、ああいうので。有名なプレイ。有名なプレイ。うん。どういうプレイですか。なんだろうな。なんかもう。どっち系ですか。どっち系だってこと。どういうことですか。有名なプレイですよね。そう。佐々木がめちゃめちゃ怪しい。いや、違います、違います。佐々木がめちゃめちゃ怪しい。いや、怪しくないです。どうした？こんな怪しいことある。そんななんか。どうしました？ロングです。なんかあるし、大変なんもない。いや、本当になんもないです。あなたはあんな色だ。あなたは？あぶねえ！ああ！ああ！何？あー、ウケるなー。普通にルービックできる。あ、やるのできる。それはやるかどうかでしょ。それはやる。それはやる。あー、じゃあ顔めちゃめちゃビビったぞよ。真ん中にまずバッテン作る。なんかね。なんかバッテン。そう、最初に十字を作るらしい。十字？そういうこと。ここに、うん、そうそう、最初にそうやる。え、なんでこんな目だったの。これ揃っとったの、最初。最初揃ったのを崩したんだ。そう、それを色を合わせたら、真ん中最初十字です。どこでも OK。 どこでもいいです。十字か。で、真ん中の色は変わらないの。真ん中の色は変わらない。その真ん中の色に合わせるの。やり方はいろいろあるから。いろいろありました。佐々木すごい背後につくやん。さっきから。さっきからすごい背後につくやん。いやいやいや。どうしたの。やり方をしようかなと思って。いや、別にそんな最後つかんでもいいよね。あ、そうですか。難しいな。これ使うってこと。それ使うって考えるもう俺できるみたいな言い方しとるけどできんね。お前のもできる。
というか、普通にちゃったら真空に連発できる。そう、くだらない嫌がらせを連発してみたらどうなるか。どうもならなかったね。なんかそもそも反応薄かったね。うん、引っかからなかったっすね。風船とかさ、バチンとかさ、いつもの感じでしたね。どうしたみたいな感じだったね。じゃあ俺驚かんもん、ほんまに。そもそもそういうの確かに驚いてるとかあんま見たことない。うん、冷静なんだよ皆さん。いかなる時も冷静な人間は。ん、え、寝た。え、今あれ 3G っすね。もうちょっと重たいですね。俺ロボなのバレてなかった。得をします。なるほど。違う、今のはもう話が終わった。俺の SNS でね、スカーリングしようとか、はい、今のハローやとか、結構長いってるけど、よくさ、テレビとかで格闘技見てさ、自分も強くなった気になる人っているじゃん。いますね。そういう経過の人だと思うんだけど、スパーリングしたいとか、来てるんですよね、絶対。で、一応やるみたいな。